はい、よろしくお願いします。今回は社会の地理東北地方丸4をお送りします。でこれでね、東北地方は最後になります。残ってた2つのね都道府県をやっていくということでね、今回は穴埋めが全部で8問ありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね説明しながら穴埋めやっていくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、 E の都道府県からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。じゃあ一応まあ最後なので復習していきましょうかね、都道府県の場所を。まずこっからスタートしました、福島県。こっからスタートしてこういう順番で回ってます今。で福島、宮城、岩手、青森です。今こう来てる感じで、 E の都道府県なんですが、ここが秋田県です。E は秋田県ね。でまず秋田県は県の中央にほにゃらら山地があります。でこれはね、東北地方丸1の時にももう出てきてるんですが、まず山地の名前、出る羽と書いて出羽山地と言います。で場所はここです、本当に真ん中この辺にある出羽山地で、これは次は初めてなんだけど、もう一個、青森県との県境にほにゃらら山地ってのがあるんです。でまず名前からいきますね。これが白い神様の神で白神山地って言います。で青森県ね、前回やりましたけど、青森県ここね、それの県境なんでこの辺にあります、白神山地ここで。なんでこの名前出したかっていうと、これ世界遺産に登録されてます、白神山地で。なんでかっていうと、ブナっていうもの、ブナのね原生林が残ってるんです。でそれで世界遺産に登録されてるので、ぜひ名前もね覚えておいてください。でもう一個ね、平野ですね。でこの平野の名前は秋田県なので、そのまんま秋田平野です。で結構広いんですけど、まあ、この辺ですね、これ秋田平野で、そこでは稲作、まあ、つまり米だねが盛んに作られていると。いいかな、まあ、こんな感じで覚えておいてください。で最後に F です。一番最後残ったね、ここ都道府県の名前が山形県です。よいしょ、ここね、山形県で、まず川からいきます。県中央をほにゃらら川っていうのが流れている。でこれもね、名前いきましょう。でこれ漢字で書くと最も上の川と書きます。で読み方が最上川っていう、これで最上川ね。で場所がですね、こっからこんな感じで流れてる、ほんとなんか山形ねの中をこう通る感じで、でこれが最上川で、その河口にはほにゃらら平野ってのがあります。でこの平野もね、よく出てくるので覚えておきましょう。漢字でこう書いて庄内平野って言います。でこれは最上川が出てくるところでこんな感じで流れるのね。だからここです、ここに庄内平野がある。でそこでは稲作、まあ、また米だねが盛んにね作られてるね、稲作が盛んに行われていると。でもう一個あって、次山形盆地など、山形盆地はねこの中の方この辺にあるんですけど、でそういったとこでは果実栽培が盛んです。まあ、果物ね。で特に山形と言われたらこれが有名、さくらんぼですね。山形といったらさくらんぼ、あと洋梨なんかも有名なんですが、こっちの方が出てくることが多いね、さくらんぼの方が。なのでこんな感じでね、ぜひ覚えておいてください。では今回は社会の地理東北地方丸4をお送りしました。今回はねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で最初にも言ったように、東北地方はこれで終了です。残ってるのは北海道だけです。でおそらく北海道ね1本で終わらないので、ちょっと何本か撮るかと思うんですが、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。